おはようございます。ここは砦駅です。常磐線でよく見る行き先ですね。緑快速の主な行き先ですね。さて、本日は関東鉄道常総線という路線に乗ります。そして今回ですが、茨城県の主な鉄道が乗り放題になるときはジパスを使います。便利そうじゃのう。実際便利でお得ですよ。では早速改札へ。あれ、便利じゃないのかの？ちょっと、あのですね、改札側から有人改札を回る必要がありました。でもカレンダーがもらえたので結果オーライです。で、本日乗るのはこの下館行きです。おお、一本で行けるんじゃな。そうですね。沈黙が怖いです。独特な雰囲気あふれるホームですね。とにかく、階段を降りましょう。止まっているのは津波1100系ですね。赤くって青くって広いですね。日野の、その表現さすが可愛い。外見としてはこんな感じですね。ちょっと JR の211系に似てるかも。ちょっとレトロさを感じる見た目じゃのう。とにかく乗り込みましょうか。ローカル線の旅、スタートですね。ローカル線っぽい車内なのかの？残念ながら車内はオールロングシートでした。余剰はそんなにないですね。それは残念、ですね。車内には一段 LED がついています。ちゃんとしたのがついてるのう。三つ街道乗り換え、下館駅、どういうことじゃ？それはですね、後々わかりますよ。津波1100系という車両が用いられていますね。っていうか、これ機動車なんですね。電車じゃないんですね。反対側のホームにも同じく2100系が。え、これ本当に同じシリーズなんですか？向こうの車両は中途総括方向膜が膜式ですから、造形式には見えませんよね。さて、いよいよ発車ですよ。ドアが閉まったのう。吸血鬼とかだと苦しんじゃいそうな眩しさですよね。さて、関東鉄道常総線についての説明がまだでしたので簡単に説明しますね。関東鉄道常総線とは、砦と下館を結ぶトータル 51.1km の路線です。主な途中停車駅としては、守谷、三つ街道、石毛、下妻などがあります。あ、伏線なんですね。そうなんです。意外にも伏線なんです。というのもこの常総線、それなりに需要がある路線みたいで、平日の7時台に砦駅を発つ列車は、なんと9本もあります。たくさん走ってるのローカル線というよりは沿線住民の足って雰囲気が強めですね。さて、しばらく走ると何やら立派な人工物が見えてきましたよ。何ですかあれ？ヒント出しますね。この列車、もうすぐ守谷駅に着きます。守谷駅、聞いたことはあるのでは正解発表といきましょうか。答えはですね、つくばエクスプレスの高架ホームでした。言われてみれば、これ、つくばエクスプレスの高架ホームの下に常総線のホームがあるんですよ。変わった構造ですね。なんというか、地方施設っぽさのない雰囲気です。立派ですね。しかしこの守谷駅開業によって快速運転が始まったそうです。なんでですか？理由の一つに、都内にすぐ出れる TX で砦から守谷の利用者が減ったため、三つ街道以北の客を集めるため、というのがあるそうです。確かに区間短縮された分だけ収入は減っちゃうからのう。諸説ありますけどね。さて、次は三つ街道です。そういや三つ街道乗り換えってあったのじゃが、まさか。はい、この列車は下館までは行きません。下館行きがないんですか？正しく言うなら三つ街道行き、三つ街道で下館行き接続ですね。さて、もう間もなく下館に到着です。ここで本当の下館駅に乗り換えじゃな。三つ街道到着。三つ街道からはこの津波1400系に乗って下館まで行きます。さっきとは違う車両じゃな。番号の顔もちょっと違いますね。参考までに。手前に止まっているのが今まで乗ってきた車両です。こんなこと言っちゃあなんですが、内装は津波1100系から大きくは変わりません。あんまり変わってないんじゃな。というのも関東鉄道常総線、かなりの形式の車両が在籍しています。数年おきにマイナーチェンジを施した車両を投入している感じでしょうか。でも何回も繰り返していくと大きく変化しますよね。そうですね。最新車両である津波5020系はだいぶ津波1100系から進化しました。
かなり具体的な内容は割愛しますが、例えば LED 化や新型エンジンなどはマイナーチェンジの賜物です。いろいろちょっとずつ進化したってわけじゃな。2両から1両になったからか、ちょっとゆったりな走りになった気がします。ローカルになりましたね。雰囲気はローカルですが、この区間でも沿線住民が結構乗っています。鉄道ファンらしき人もいましたけどね。こんな田園地帯の中だけど、よう車内をぐるぐる見渡していたらこんな広告が。京成、実はこの関東鉄道、京成グループの子会社なんですよね。もともと京成など大手私鉄とは関係性があったのですが、ついに2019年7月に子会社になったんです。そんな背景があったんですね。とはいえ、いくら大手でもここまで来ると設備も簡素になるの。そりゃ需要の問題がありますからね。参戦になっちゃってますね。ここまで来るとあまり需要はないんじゃな。快速通過駅でも1時間に1本は確保されていますので、完全にないわけではないです。お、今度は座ったのか。車内はよくあるローカル線って感じですね。整理券をお取りくださいっていう機会もありますね。車内で運賃を払えるローカル線らしい設備ですね。座席ってふかふかなんでしょうか。ロングシートですが悪くはないです。見た目よりふかふかみたいじゃの。205系ほどふかふかではないですが、このくらいがちょうどいいかもしれません。ちょっと難読の駅名もあります。と、ちなみに読み方ですが、鳥羽の絵と読みます。言われてみればあーってなりますね。いよいよ終点の下館に到着するみたいです。終点だし、なんか乗り換えとかあるのかの。水戸線や真岡鉄道線に乗り換えられますよ。水戸線は大回りで、真岡鉄道は SL で有名になっていますよね。 SL なんて走ってるんじゃな。真岡鉄道には SL が走っています。今回は乗れませんでしたが、でもローカル線巡りとして上層線から真岡鉄道 SL に乗り換えたら面白そうですよね。それはそうじゃな。終点の直前なのに、結構ルーラルな感じですよね。こういう雰囲気なのが下館駅のある筑西市です。下館に、というところで水戸線や真岡鉄道線の線路と並びました。いよいよ終点ってわけじゃな。下館に着いたら乗り通したって、というわけです。どれくらいの時間がかかったんですか。1時間20分ほどですね。そんなかからなかったの。そういうわけで下館に到着ですね。関東鉄道上層線は意外な一面を持つ路線なので、気になったら乗ってみてもいいかもしれません。ではご視聴ありがとうございました。また次も見てくださいね。